ビショッフェンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州議ー占領制管区のラーンディル軍に属す町村である。ビショッフェンは、アールタール関沿いのニーダーバイトバッハボンチに位置する。ディル川左岸の支流であるアール川をせき止めた、広さ57ヘクタールのこの人造湖は、主に洪水対策のために用いられていたが、やがて、レジャーアクティビティにも利用されるようになった。ビショッフェンは、 北は、バート・エント・バッハ及びグラーデン・バッハ。東は、ローラ。南東は、ビーバー・タール。南は、ホーエン・アール。南西は、ミッテン・アール。西は、ジーク・バッハと境を接している。ビショッフェンは、ビショッフェン地区、ニーダーバイト・バッハ地区、オーバーバイト・バッハ地区、ロス・バッハ地区、ビルス・バッハ地区で構成されている。ニーダーバイト・バッハ及びオーバーバイト・バッハは、 早くも800年頃の古田修道院のエヴァー・ハルディ文書に初めて記述されている。他の集落の記述は13世紀末から14世紀初めにかけてなされている。これらの集落は様々な政界あるいは俗界領主の支配を受けたが、時代とともに所領分割、借金の七草あるいはフェーデによって現在の長域の大部分がゾルムス白領に統合されていった。 ヘッセンホーハクマインツセン帝国、帝国自由都市、ベッツラー、ナッサウハクの支配地域の狭間に位置することから常に政治的に不安定な状態に置かれていた。30年戦争で住民たちは貧困、飢餓破壊に苦しんだ。この集落たちがそうした状態から立ち直るには長い時間を要した。現在のビショフ,フェン地区は中世にはオーバービショフ,フェンと ニーダービショップンに分かれていた。オーバービショップンは、木が戦争の影響を、1356年から1432年のペストによって荒廃した。その後の文献では、ニーダービショップンが単に、ビショップンと記述されている。デルンバッハのフェーデ号、長い分水界を超えるケルンライプツ飛行駅路が衰退し、アールタールが新しいケルンライプツ飛行液路として重要性を、 ました。そのルートは、リレンブルク、ヘルボルンから、オフフェンバッハ、ビショフェン、ニーダーバイトバッハ、ロスバッハ、アルテンバースを経て、マールブルクに至る。この街道は、ヘッセンの国境防衛施設沿いのビショフェン近郊で、通行税徴収のために遮断された。この古い街道を、現在は、連邦道 B255 号線が引き継いでいるが、ニーダーバイトバッハからは、 古いルートから外れている。かつて、ビショフフェンが属していた、ゾルムス博領アムト系ニスベルクは、ヘッセン方白とゾルムス博が当分して統治していた。1628年10月30日に、ヘッセンダルムシュタット方白とゾルムス博は、協定を結び、これによって、アムト系ニスベルクは、最終的に方白領となった。これ以後、現在のビショフ,フェン町内の集落は、 1866年まで、ヘッセン・ダルムシタット・法白領に属した。その後は1945年まで、プロイセン王国のヘッセン・ナッサウ州ビーデンコプフ軍に属した。ヘッセン州の地域再編に伴って、1974年7月1日に、ビショッフェン、ニーダーバイトバッハ、オーバーバイトバッハ、ビルスバッハが自主的に合併し、新たなビショッフェン町が形成された。 ロスバッハはこれ以前の1972年4月1日にニーダーバイトバッハに編入されていた。地理上の位置と経済的思考から、ビショッフェンは1972年7月1日にベッツラー軍に編入され、1977年1月1日にラーンディル軍に移行した。以下にビショッフェンを統治した両方や行政隊の一覧を列記する。 ビショフ,フェンの町議会は23議席で構成される。主張は、ヘッセン州の地方自治体法によれば、主張の他ビショフ,フェンの場合には6人の名誉職によって構成される自治体指導部の長である。この町の町長は2010年6月1日から無所属のラルフ・フェノールが務めている。ビショフ,フェンには委員長と5人の委員からなる諮問委員会がある。 2016年のヘッセン州地方選挙以後、ディーター・シュナイダーが委員長を務めている。この町は、1987年12月18日に、ヘッセン州内務大臣により、以下の紋章の使用が許可された。ビショフ・フェン町の紋章は、銀の斜め端入れに分割。向かって、左上は青字で主教杖の内側に向かう金の湾曲部分。向かって、右下は緑地に、 金の貝殻。ニーダーバイトバッハの福音主義マリエン教会斜めの波体は、町内を流れるアール川を、市境図への湾曲部はこの町の名前を暗示している。ヤコブの貝殻は、ニーダーバイトバッハの福音主義マリエン教会の祭壇に祀られた聖ヤコブの象徴である。ニーダーバイトバッハは1357年から、ヤコブの巡礼道沿いに位置している。ビショフ,フェン地区の紋章図柄。 青地に直立し、赤い舌と爪で威嚇する銀の獅子。その右前足に、金の獅子教杖を握っている。この紋章は1957年4月26日に、ヘッセン州内務大臣に認可された。ありがとうございます。